はい、今回はですね、前回に続きましてコンプリートコントロール解説入っていきたいと思います。いよいよ来ましたね、これアルペジオ機能。シンセサイザーではですね、定番の奏法になっていますけども、動きがある面白いフレーズを作ることができますので、このあたり詳しく見ていきましょう。まず前回コード機能で作りました新たな展開ですね、こちらに少し音を加えています。こういった感じで次に繋がっていくというものにしてみました。まだですね、少し寂しいので、これにアルペジオを入れてみたいと思います。今回使用している音色は、シンセリード、そしてアディティブから探しています。こんな感じですね。アルペジオのアクセスはですね、前回のスケール機能と同様になります。こちらシフトキーを押しながら、このアルペジオボタンですね、押すことによってアクセスができると。そしてパソコン上からはですね、こちらの音符マーククリックしていただきまして、このアルペジオ。クリックしていただきますと、このような画面が開きます。これだけではですね、アルペジオ有効になっていませんので、アルペジオボタンを点灯させるということになります。もちろんパソコンの方も連動していまして、パソコンからはこのボタンで切り替えることができます。もうこの時点でですね、アルペジオが演奏されると。で、このアルペジオ最大の特徴なんですけども、こちらスケールと組み合わせることができます。前回見ていただきますと、こちら C のマイナー、こちら1357という指定しましたけども、これがですね、もう反映されていると。もしもここがですね、メジャーキーですと、こんな感じで変わるということになっております。このスケールとこのアルペジオですね、組み合わせる。これ非常に斬新かと思いますね。様々なことができます。楽曲のキー、スケールは指定してありますので、これにですね、ただこう、伸ばしでアルペジオを加えてみましょうか。こんな感じですね。もうすでに成り立っているのが分かっていただけたかと思います。これに対してですね、アルペジオをもう少し細かく見ていきたいと思います。アルペジオをアクセスしまして、このタイプというものですね。アップダウンなど、こう、いろいろありますけども、これ基本的に言葉通りで、音程がですね、上がっていくだけか、下がっていくのか、そして上がって下がるのかと。このようなタイプをですね、いろいろと決めることができます。その他にもですね、こう弾いた順番でアルペジオが展開されていく。そしてコードですね。これちょっと珍しいんですけども、和音で鳴らせると。こんな感じになっております。ですので今はですね、アップダウン選択しまして、これで一回聴いてみましょうか。こんな感じで動きがつきますよね。そしてちょっと今気づいたんですけども、空間系をもう少し入れたいので、ディレイなんか入れておきましょうか。アルペジオとディレイはですね、非常に合いますので、よく使いますね。左と右をですね、返す速度を変えるだけでもだいぶ、広がりが出ますね。そして次ですね、今非常にいい感じだったんですけども、もっとですね、アルペジオに動きをつけたい。そんな時に活用するのが、このオクターブというものですね。今1となっていまして、これ回すと2、3、4と、最大ですね、8までいきます。これ何かと言いますと、今1の場合ですね、演奏が1オクターブの中で展開されると。ですので、これを大きく取ることによって4オクターブの中で展開されることになります。これで楽曲と合わせてみますね。こういった形となります。そして、この一番右、ゲートという部分ですね。これを音の長さを表します。例えばなんですけど、最初短くしておいて徐々に上げていく。こういう効果を狙いますね。一度やってみましょうか。最初は短いです。このあたりも非常に面白いんじゃないかなと思います。そしてダイナミックス。これは言葉通り音量になりますね。今弾かれたものからですね、音量が上がるのか下がるのかというところです。そしてこういう場合もありますよね。リズムをどんどん速くしていきたいとか、遅くしていきたいとか。このあたりですね、このレートというもので調整可能です。左に行けば行くほどですね、音符がどんどん大きくなっていきます。ちょっと聞いてみましょう。どんどん上げていきます。こんな感じですね。楽曲の中の盛り上がりに合わせて使っていくとですね、効果絶大かなと思います。これらですね、オートメーションで全て記録可能です。
このあたりの記録はですね、次回ゆっくりとやりたいんですけども、まあ、もちろんですね、弾きながら、こんな感じで演奏を楽しむこともできますので、かなり面白く使えるんじゃないかなと思います。やはりこう、16分のパターンだけじゃ面白くないなんて言った時にですね、このシーケンスを使うことによって、要はですね、内蔵されているリズムに切り替えて演奏させることができます。一回これも聞いてみましょうか。これも早くしてたよ。もちろん再生させながらパターンを変えるということもできますので、このあたりも合わせて覚えておいていただけたらと思います。そしてスイングですね、例えば16分音符だったとします。そしてこれを上げていけば上げていくほど音が跳ねていく、リズムが跳ねていくということですね。これはもちろん楽曲に合わせて使用していくべきかと思うんですけども、薄く入れといてもですね、ちょっと躍動感出る、ちょっと跳ねてますよね。グロイすると展開だとこんな感じ、今触った感じですともう 30% このあたり行くだけで十分派手になるからという印象ですね。そしてですね、このスケール機能に合わせていることのメリットとしてですね、鍵盤どこをしてもですね、ある程度こうメロディーになってしまうと、このあたりですね、毎回音符を変えていくっていう手法も非常に面白いかなと思いますね。一度今のプレイ消してちょっとループも取ります。デコデュしますね。あとはですね、先ほどやりましたこのゲートだったりとか、そしてリズムの速さなんかでですね、変化をつけていくとさらにですね、面白い感じになるんじゃないかなと。例えば最後の4小節にですね、ピークを持ってきまして、長めにしてリズムを速くしていく。こういう遊び方も面白いんじゃないかなと思います。実はこのアルペジオですね、もう一つモードがありまして、今のアルペジオはこっち、そしてもう一つ、これがノートリピートというもので、今指定したですね、音符で音を繰り返してくれると、連打ですね。もちろんゲートなんかもついてますんで、短くしていって徐々に上げる。速度なんかも変えていく。これバッキングだったりですね、こう速くなっていく特殊効果、このあたりでもですね、使えるんじゃないかなと思います。といった感じでアルペジオ機能を今回詳しく見てきましたけども、次回はですね、こういじったもののですね、記録オートメーションですねと、こちらモジュレーションホイール、ピッチベンド、ここも非常に面白くできていますので、詳しく解説をしてみたいと思います。といった感じで今回の解説はこれで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 PC の方はスリープリークスのロゴをクリック、スマートフォン、タブレットの方は動画の下チャンネル登録をタップしてください。